ジャニーズ解体、中井正宏と三宅県の素敵な関係、中井で始まり中井で終わった。芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。8月11日放送の中井正宏の金曜日のスマイルたちに出演した、トゥエンティエスセンチュリーの坂本正幸、長野博士、井ノ原義彦が出演した際の中井正宏の発言が話題となっている。 三宅健と中井正宏の関係について、芸能取材の水も甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。中井正宏の苦言。芸能評論家見すぎ部、イカ踏みすぎ、中井正宏さんが何やってるんだよ、と三宅健さんについてコメントということで、8月11日放送の中井正宏の金曜日のスマイルたちに出演した。 トゥエンティエスセンチュリーの坂本、正幸、無ん、長野、白、三、井ノ原、吉彦、さんと本音トークを繰り広げたというところで、知らなかったので、俺たちも、という答えを聞いたところで、三宅が言ったわけでしょ。何やっちゃってんだとか思わないのと、自分だけが良ければいいって思わないでいたいね。自分の人生さえ良ければと思っていると。 エンターテイメントってどこか濁ってしまうのかな特言を呈す場面もあったということで。芸能リポーター、安部かすみ、以下安倍、それ、愛があると思うんですけれども。雑誌のインタビューに三宅さんが載せている記事の中に、僕の芸能、ジャニーズの一時代、中井さんで始まり、中井さんで終わったというところがあって。デビューして入って、 最初スマップのバックでダンスをやったんですって。その時に中井さんが三宅くんにこうやって行ってみろってステージでね。なんかこう受けるような言葉を教えるわけですよ。あの子は誰っていうところで注目が集まるみたいな形をとってくれたのがまず中井さんで。中井さん、僕の憧れは誰ですかっていうと、三宅さんの憧れは誰ですか っていうと、中井さんって常に答えて立っている関係がまずあって。